はい、ナオズーです、先日行ってきましたプラレール博 in 熊本の、スタンプラリーのスタンプ帳を紹介します。まあ、トミカ博、プラレール博それぞれスタンプラリーがありますけども、一番は蒸気機関車、二つ目が貨物列車、三つ目が特急列車、カシオペアですね。目が新幹線、で最後ゴールです感じですね。で、全部集めてもらえるのがこちらのシールになります。全部これシールになってます。まあ、中のそれぞれの汽車なり電車と一緒になってるので、ここに貼ったりして遊ぶんだと思います。大きさも一緒なので。以上、プラレール博 in 熊本のスタンプラリーのスタンプ帳と景品をご紹介しました。